は山だったから、今度はレースにエントリー。一番以外眼中にないわ。四番人気幾多のレースを勝ち抜き、残すはこの一戦のみ、アリエス杯決勝。このレース最も人気を集めているのは、ここまで無敗三冠馬娘シンボリルドルフ一番人気です。続く二番人気は、ここまで無敗秋の三冠馬娘ミホノブルボ。注目のここまで無敗秋の三冠馬娘四番ダイワスカーレット、四枠四番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはミホノブルボ、7番キタサンブランク、8番キタサンブランク、シンボリルドルフ現在最高峰失策、はたまた狙い通りか。これはきっと作戦でしょう。彼女には爆発的な通常運転中エラー検知、巨大チョコ発見。たっ副産物を取得しました。第1コーナー回って第2コーナー、ミホノブルボ会長に飛ばして行きます。先頭集団を見ていきましょう。先頭はミホノブルボ、単身で飛ばして行きます。続きました8番キタサンブランク、3番手7番キタサンブランク、マルゼンスキー4番手、2馬身差4番ダイワスカーレット、後からグラスワンダー、外から外から6番ダイワスカーレット、5馬身離れてシンボリルドルフ。第2コーナーを抜け向こう上面に入った。依然としてミホノブルボ、続いて8番キタサンブランク、2馬身離れてマルゼンスキー、内には7番キタサンブランク、外目をついて4番ダイワスカーレット、2馬身3馬身開いて6番ダイワスカーレット、差がなくグラスワンダー、2馬身3馬身開いてシンボリルドルフ、あとは成田ブライアン、ミホノブルボ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ミホノブルボン、彼女の客室には合っていますね。第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。勝負は最後の直線に持ち越された。中山の直線は短いと後ろの子たちは間に合うか。追いすがる8番北サンブラック、ミホノブルボン先頭は、ミホノブルボンこれは強い。残り200、ミホノブルボン突き放す、足色は衰えない、粘る粘る、ミホノブルボン一着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮しレースを制した。優勝はミホノブルボン、頂点に立つにふさわしい走りでアリエス杯を制しました。2着8番キタサンブラック、3着に入ったのはマルゼンスキー。速度の最適化に成功、完璧な勝利完了です。you